手が出ないやつ。多分それ俺買わねえから買う。いや、このバーバリーのパーカーもいいわ。でもオレンジいらないよ。いや、一着あってもいいなって思うな。いや、お前らはね、俺もオレンジまみれなんよ。そう、やっぱ気持ちいいからね、ハイブランドマジで。ちょっとマジでゲロ買おうかな。で、俺まだこのカートに入ってるやつリング4本、ジャラジャラ男になるから、ジャラ男って呼んで。ハイブランドの話したらキリない、キリない。で、こういうアプリ見てるともうカートがもうすごいことになる。てかマジで俺もう最近マジ趣味でしかない、これ。もうなんなら全身オソロコーデ作ろうや、俺ら。あ、いいね。だってそれで全部一緒だよ。取られてる。じゃじゃーん。嘘。超撮ってるじゃん。全然気づかなかった。それですごい撮ってたね。今回し始めたけど、俺ら。でもう3時間50分。本当に3時間この話してるんです、ずっと。やばい、もう4時間経つよ。いやー、てかまだ服の話楽しすぎるわ。本当に3時間悩んでて、うん、ついに頭の悪い企画が始まりました。企画？欲しいもの3つスクショしてもらいます。おお、こちら発表していただいて、あみだくじで、うん、決まったやつ1個、即ポチってもらいます。はい、わかりました。ああいいね、いいね。そう、やっぱ立ち木の話って思ったけど、うん、やっぱこういうのってちょっと現実考えるじゃないですか、うん、考える、どうしても。で、ちょっと高みたいになって、うん、やめるじゃないですか、うん、カメラ回ってどうなります皆さん。いや、もう買います。背伸びしてでも買います。一人が行こうって言ったらもう全員行くから。いや、そうなんだよ、ね。ま、巻き込まれる。最近気づいたんだけど、俺もチキってて全然買ってないっすよ。確かにね。なるほどね、うん。ちょっとここでタツキとかに共演とかに煽られて、うん、企画のせいにして買おうじゃないかと。ああ、なるほど。いや、いや、あり。そういうことで、こうやって爆買い企画が生まれてます。そうそうそう、そうそうそう。俺、言うと高いもん持ってないから一切。そう、ついに巻き添えでデビューを果たす。いや、一回買ったらハマるぜ。終わった。始まれよ、お前。お前、終わったよ。本当に興味がなさすぎて、なんかマジで。いやいや、俺もそうでしたよ。気づけば沼にはまるんだよ、これは。激しかったと思うよ。職業的におしゃれで不便なことはないです。うん、はい。まあまあね。っていうところでね、一石五鳥かなと。よし、やりましょう。で、このグループにいると影響される、マジで。そうですね。グッチェスいるでしょ。グッチェス兄さんいるし。もうみんな好きだからね。お前はホワイトマミレのやついるじゃん。大好き。影響されるって。オフホワイトマンだろ、お前。ありがとうございます。で、毎日一緒にいる人、毎日いろんなブランドのやつ着てるでしょ。ね、彼はもうすごいオールジャンル。いろいろ持ってるから。服が好きだから。好きなんだよね。好きだよね。もう結局好き。そう、結局その相乗効果が悪影響となって、こういう曲が始まった。いや、いいじゃないですか。でも、来たんだけど、嬉しいわ。いや、俺も嬉しいよ。嬉しい。爆買いやってきて分かると思うけど、はいはいはい、ハイブランド買って後悔したやついないじゃん。いや、マジいないいない。そこなのよ。一見の悔いなし。それなのよ。マジで。本当に。そこなのよ。はい。高い、ちょい高、普通みたいな感じの料金設定になってます。一応。イメージとしては。うん。その人のイメージなんで個人差はあります。うん。はい。こちらです。おおおお、いいね。ゴリゴリやな。ゴリゴリなんだ。絶対お前似合うし、まあちょっとラッパーを目指してるんで。ラッパーを目指してるんですけどね。はい、そう。リボンにラッパーの格好してるんですか。いや、絶対似合うよ。絶対似合うんです。絶対似合う。さっき正義のね、金ネックレスこれですね。つけさせてもらったんですけど。これですね。可愛いねそれ。意外とイケてたな。中途半端な色黒さがね、いいんです。やめろだからそれ。それも言われる。もう一点がこちらです。あ、ジョーダンね。靴だよね。いや、大事よ、スニーカー。靴ってマジ重要。マジで大事。そう、あの、先輩が言ってるんで。そうですね。マジで重要。ルートが近いから。そう、ルートが近い先輩なんで。本当に重要だから。そう。いや、マジ大事よ、スニーカー。最後が、ちょっと普通になんかギンギラギン可愛いなって。もうね、カツそう、ギンギラギン。カツ心の中でこれがちょっと本命。いや、言ってほしい、言ってほしい。これがかっこいい。じゃ好きな番号ですね。123お願いします。一応、こんな形になってますね。まだ見分けないがいい。ナンバーワン！ナンバーワン！ナンバーワン！いきます。ジョーダン！ジョーダン、まず全然いいからね。まず一番ね、一歩目としてはジョーダン最高だもん。入り合わせいくら入るの？入門編。なるほどね。入りやすいね。翔太くんはジョーダン。ジョーダンでございます。購入決定で。はい。はい、今ポチってください。今すぐ。あ、今すぐ。もう逃さない。今逃れられない。ここで落ちる。今すぐ。購入しましょうか。よし、おめでとうございます。いらっしゃいませ。
いらっしゃい。いらっしゃい。沼への道へ。沼への道へ。何も悪いことない。確かにね。これって。何も後悔してない。考えてみ、キャバクラとかの沼なのよ。まあまあ確かにね。100%。ああ、泥沼。リモートがアルソバ行って10万払った。あれだ、マジ無駄。マジで無駄。無駄だね。まずですね、ショー。まあ普通ランキング。はい。普通ランキングこちら。オフはネックレス。ああ、いや、いい。オフはネックレス。いいわ。おお、かっこいい。かっこいい。長さがね、長めなんですよ、多分。うん。ちょっと気持ち長いぐらいの。うわ、これか。二連できるみたいなやつ。そう、二連できる。いいな。高いのとちょい高一緒ぐらいです。うん。こちら。うわ、もういい、マジでいい。いい、これ。オフホワイトのスニーカー。おお。マジで欲しいそれ。うわ、これマジかっこいいと思う。ちぎってると思って。はい。はい。うわ、ルブタンや。何のスニーカーです、ルブタン。マジでスニーカーの王様じゃない、ルブタンで。かっこいいよ、かっこいい、かっこいい。12万円ですね。いや、いいね。3万、6万、11万。なるほど。 OK です。はい、それじゃあ番号お願いします。お願いします。2で2番。リリ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 リ。オフ靴。いや、いいわ。いや、いい。あれかっこいいわ。マジでかっこいいわ。あれかっこいい。こうなったら普通ルブタンが欲しかったわ。まあじゃあ僕もポチらせていただきます。うわ、完了です。うわー、来たー。毎度毎度ありがとうございます。恭平さん、はい、カナです。スターティングメンバー発表していただきます。濃いな、濃いサブちゃんだね、これ。いや、濃いね。まず1個目、はい、ポッパイのスニーカー、かわいい。これで、え、初手、初手、これ初手で、これこの金額。いやいや、初でこの金額7万やん。1がこれなの。だいぶ、だいぶ攻めたスタメンに組みましたよ。重量出せる。柳田、山川、山田、テストぐらい。じゃじゃん。あー、これね、まあまあ、じいじゃん。回ってないと買わないもん、いっちゃいましょう。そうですね、絶対買わないもん。あ、これ結構やべえじゃん。だって金額、え、金額やべえ。13万7000円、最高だね。なるほど。これこれ絶対買わないから、こういう時じゃない。確かに。あ、え、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。で、めっちゃ可愛いね、このバーバリー。あ、それかっこいいっしょ、これ。おしゃれ。俺、恭平の心意気にちょっと感動したから、こっち当たったら俺1万円を一緒に支払います。おお、超見てるやん、お前。あみだくじ超見てるやん、お前。いや、もう意味ない、そんな感じが。見てても分からんもん。ちょっとやべえって顔したやん。何番？恭平、こちらですね。3番。お、1、2、3、よし。バーバリーの G ジャン。おー、 G ジャン、いいな、マジか。 G ジャンね。あー、 G ジャン、オッケー、行きましょう、買いましょう。うお、おー、あれはおしゃれ。はい、ポチりました。わあ、行きました。毎度やった、ジージャン。ついにか、バーバリー。ジージャン、バーバリー。俺が6、8とかでしょ。7万、3万。うわ、さあさあ、やべ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 。月さんですよ。3、4のオフワのパンツ出た。1番目、オフパン、オフパン、オフパン。はいはい、俺もこれ入ってたもん。そう、後半ね、お前のカードで入っててね。お前のやつ4万ぐらいで。カードだよ、お前。お気に入り、お気に入り、お気に入り入ってたんです、これ。フェンディのキャップ。フェンディか、フェンキャン、かわいい。このね、で、このシュプとノースフェイスコラボのポーチ。黄色、金。おお、金か、すげえ。全部3万ぐらいけど。そうだね、全部3万ぐらい。今1、2、3で来てるからね。そうだね、綺麗に。1、2、3で来ちゃったか。じゃあ、じゃあ、あれしない。1と2と3。えっ、いや1と2と3。どういう、ちょっと、はい、全部ってこと。1と2でさ、いや、え、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。うん、もうやる意味全部でーす。あれー、あ、なにこれ、いったね。え、え、もう、え、だってお前らなんか7万とか出されたら、もう、え、9万5000円。はい、ありがとうございます。全部いく、全部いきます、全部いく、全部いく、全部いきます。えぐい、阿弥陀の常識覆してきた。全部いく、1と2と3よ。無駄な労力、この無駄な労力ね。こんな買い取りで全部です。ちょ、1と2と3すぐポチるね。え、やばない、えぐ。全部終了です。買いました。今日は毎度ありがとうございます。なんか良かったっすね。いや、良かった。まあ俺はちょっと不完全燃焼になりましたけど、やっぱ仕切ってんすね、もう。
出すものが次はもう絶対もう仕切りません僕は。第2回やばいこれ。はい、やりましょう。やばいやばい、マジでやりましょう。え、僕が言われたらもういつでも僕が参戦するんで、はい、大丈夫です。俺も参戦するんで、はい、任せてください。ちょっとこのままやっちゃう。第2回いや物が届いたらじゃあ、紹介編というか。あ、そうです。到着お楽しみに。お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。